ついに来た、取ったよ全部。さあどうなるのか、誰も知りよしはない。さあ、はい、こんにちは、こんばんは、ユーロです。では、サブメージの続きやっていきたいと思います。コンティニュー。はい、前回ね、5つの課題を、課題というか、タクに必要なものを与える作業終わりました。作業っていうか、作業じゃないですね。はい、虫よけまで行ったんですね、5個。で、今日は残り5個、まあ、エンディングまでをちょっとやっていきたいなと思っております。はい。まあ、って言ってもね、これクリアがあるというよりも、まあ、雰囲気をね、楽しむゲームなので、はい。なのであまりクリアにこだわるっていうのもどうなのかなという感じはしますが、クリアまでやっていきたいと。で、できるだけ行ってないところ、そうだな、ここちょっと右に行ってみますか。ん、こっちじゃないか、こっちか、こっちですね。はい、よし、でにこういって、でちょっと果てしなく、あ、でもここにもうすでにある感じだな。プリンセスとゴーレム、いきなり地域来たよ。こんなね、出発して間もないところにまだ行ってない地域があるという。こう、なんかあるぞ。これはなんだ、ランジョルトメモリアルライブラリー。あ、図書館か。ここは絶対なんかありそうだな。よし、じゃあちょっとここ登ってみますか。なんかね、説明を見るとどこ登ってもまあ順番になるみたいですね。だからここが最初だったら最初のアイテムを手に入れることができるし、みたいな感じですね。ランゴホルト記念図書館なので、まあ、ここは自分としては6つ目ですけどね。まあこんな近くが6つ目っていうのは遅い気はしますが。で、これはこっちか。そうだな。赤の花のはツタだからいけるというね。さあ、うわ、今いたよ、あいついた。毎回アイテム取った後に出てくる謎の生物いた今。あいついた、マジか、怖えな。あいつとなんか戦うとか出てくるのかな。お、ここは結構スムーズにいけそう。で、おう、登るところもすぐわかる。そして、あ、ここに最初来るべきだったんだな、多分な。かなり遠くの方やったからな。今のなんだろう、なんか伝説のミイラみたいな、あいつ怖えな。最後なんか戦いとかになるのかな。怖いわ、そうなったら。下がっていく感じかな。よし、でこっちか。OK、で登るところを変えると。あ、そうそう、でルートレターなんですが、やっぱりまあ当たり前なんですけどね、無理でした、許可を受け付けておりませんということで。はい、まあね、別にまあ黙って配信してもいいのかなという気もしなくもないですが、まあまあここはね、ちょっと配信をやめとこうかなと思っています。
ます。まあ、ツイッターで言ってたんでね、楽しみにしていた方、本当申し訳ないですが。よし。で、こっちか。お、このなんか、時々変わるカメラアングルがいいな。こういうインディーゲームって思うけど、よくこういうなんか考えつくなと思いますよね。はい、廃墟をこう旅する感じね。まあまだまだいろんなインディーゲームがあると思うので、まあ、昨日ねワンコインディーやりましたけど、まあ自分のテクニックは、まあ、あるないにかかわらず、ね、できるだけたくさんゲームは紹介していきたいなという感じですよね。よし。お、ここは結構早めに行けそう。あ、なんかあるな。あるな。あれを取っとこうか、一応。こっからがだな。ここだな。よし。この下るときがちょっと可愛いんだよな。OK。収集まだ60分の14なので、探索して多分メインイベント以外のところでやらないといけないんだろうなっていう気はするが、まあね、このチャンネルがそのできるだけたくさんゲームを紹介するっていうコンセプトでやってるので、ちょっとねやっぱりあれ実績を解除することに重きを置いてる人ですね。やり込みを、一つのゲームを本当やり込んでっていうところに重きを置いてる人にとっては、かなりちょっと自分の動画はまあ残念かなという気はしますが、残念かなというかね、雑な気はしますが、一つ一つのゲームが、まあまあそれはそれで、まあ、自分の目的でもあるのでいいのかなという感じはします。なので、まあ、攻略を期待している方ちょっと諦めていただければ、うわめっちゃなんかもう犯されてる、胸のところとかもめっちゃ荒くなってる。でこれでタクに、うわ増えたよ、また。しかもこれ真下にいるってことか、真上にいるってことか。はい、これで終わります。うわー、もう手が、うわこれどうなるんだろう。船で旅に出ましたと、兄弟揃って来る日も旅に出ました、そして嵐が起こりましたみたいな感じかな。うわお姉ちゃん、自然と一体化してきたお姉ちゃんが、だから弟を助ける代わりにっていうところなんだろうな。Gesh need to be close. It's dead. 一応これ見れるのか、物語を最初から。なるほど。さあタクの傷を縫ってあげないと、だんだんちょっとあれだな、やることが込み入ってきた。よし、で次はここに行った。どうしようかな。ちょっと右上の方の空いてるスペース行ってみますか。はい、なんかあったよ今。あ、またあれか、スクリューか。よし、サーフティンジ病院、病院とかね、廃墟の病院とか結構怖すぎだろうって感じしますけど、またほんで夜になるしね、このタイミングがいいのか悪いのか。もうそろそろあのミイラ襲ってくるだろう。まあミイラか分からんけど、腐敗人間腐敗人間っていうのはちょっと違うか。
もうね、来そうだけど、あれ、これどっから登るんだ。登り口が分からん。わ、綺麗。はい、スクショ。ほんと綺麗だわ。思わず縮小を取りたくなるゲームってありますよね。結構ね、 PUBG も最近綺麗になったので、思わず取りたくなるゲームも一つになりました。あれもどうなるんでしょうかね、最終的に。なんかね、プレイステーション本で出るんでしょうか。本当になんかまだ全然完成形に至ってない感じがするけど、このまま突っ切って開発していいんだろうか。アークみたいにね、突然の値上げとかにならないでほしいな。まあ、ならないでほしいなというか、まあもう買ってるからいいんだけど、別にまさか追加料金払わないといけないってことはないだろうから、もう買った人はそんな関係ないことだと思いますが、まあでも印象は悪いですよね。でもコンシューマー版でソフトが出たら結構そういうのが出てくるんですよね。その価格を合わせるためにやっぱり Steam の値段では安すぎると。あ、これどこだ、いけない。なのでまあまあ早期アクセスいつ解かれるかわからんけど、コンシューマー版が出る頃にはね、 Steam、 今まで遊んでた Steam ゲーマーも納得できるようなね、ゲームにしてほしいなと思いますよ。と言いつつこっちに来たが、でもここですよね。あれ、でも行きようがないんだけど、何もないもんね。こういうことはここじゃないってことか。あ、こっちだ、こっちに行けるわ。なるほど。で、ここは一旦降りるんだろうな。で、降りて降りて、で、降りて、ここは、え、こっから来たんだったっけ。こっから来たのか。まあちょっと行ってみようか。こっから来たような気がするな。うん、ね、スクショ取ったとこですよね、確かね。で、こっちで左に行くのか、次は。OK。あとなんかね、Steam のニュースといえば、サマーセールが終わった後、ほどなくして、アカウントが1日に4万件バンされたらしいんですよ。で、それはなんかサマーセール後にチートを行ってる人が多くて、それでバンしたらしいんですけど、すごいですよね、一気に4万アカウントバンするっていうのね。まあ、それだけ Steam ユーザーが多くなってきたっていうことの表れとも取れるんですが、なかなかすごいなと。で、こっちか。 OK。 お姉ちゃんたくましい。うわ、もうだいぶでも背中とかもやばいんだけど、なんとか弟を助けるまでこれ持たせるんだろうけど、ここ行けるのかな。あ、行けないのか。よし、で、こうか。なんか病院とは思えない施設だな、これ。なんかホテルのような。お、来たよ。
病院の看板まで来たということは、もうそろそろかな。ここが屋上なのかな。あ、まだ上があるのか。なるほど。あ、ここか。OK。で、さらに上を行って、最後、取る感じになるのかな。もうちょっとね、なんか、このお姉ちゃんができるアクションが増えて、ちょっと面構成も難しくなったら、まあでもこれはなんかアクション性を楽しむというよりも本当雰囲気を楽しむゲームなので、まあ、アクションはね、最低限にされてるんだと思いますけど、まあ、もうちょっと難しくてもいいかなという感じでしょう。まあアクションベタの自分がこんな生意気なこと言うのもあれですけど、もうちょっと難しくしろとか、おめえ難しくしたらゲームやらねえだろうみたいなね感じですが、おー綺麗。ここなんか朝来たいな。朝来たらめっちゃ綺麗そうだな、ここは。で、ここか。で、降りて。なるほど。降りて。OK。これ実際にあった都市なんですかね、これ。なんかよくわからない世界観。もう撮るだけかな。よし。さあもうどんどん撮っていって、あと3つか。さあ近づいてるな、エンディングに。まあエンディングかわからないけど、おそらく3つ撮ったら何か変化あるんだろうな。弟が助かるとか、まあそうなった時のお姉ちゃんはどうなるかだろうな。見どころは、うわー、なんか背中気持ち悪いんだけど。どうなるのか。おー、もうだんだん犯されてきてる。これは大変だぞ。で、これ流れ着いて、それが都市だったみたいな感じなんだろうな。流れ着いた先は都市だった、廃墟の都市だった。おお、ついにご対面迎える。これ、うわ、手が伸びてきた。あー、お、なんか変化あった。ででさあもうそろそろタクの感染症を治さないと。いやいや、自分の感染症を治さないとダメだろう。自分の感染症を差し置いてタクの感染症を治す。さすがお姉ちゃん。次どこ行こうかな。次下の方行ってみますか。右下の方行ってみますか。なんか赤も見えてるしね。よし、じゃあ右下の方行ってみますね。これだな。よし、いきなり入り口があった。ホテルバローズ全然違った。ビルダイスホテル全然違う。バローズじゃねえよ、ビルダイスホテルだよ。お、いきなり登る系。よし、姉ちゃん大丈夫かな。頑張ってほしいな。ホテル、今まで行ったのホテル、病院、図書館、あとどこ行ったっけ。なんかもう忘れたな、どこ行ったか。プシュプシュ言ってるんだけど、よいしょ。
お、夜が明けてきた。お、綺麗じゃないのこれ。結構もうすぐ夜が明ける。うわー、なんか咳してる。あ、いる。ついにご対面か。ちょっと行ってみようか。いや、向こう行くんかい。え、いなくなったひょっとして。あー、いなくなった。とりあえず。おー、すげえ。お姉ちゃん登ってるよ。お姉ちゃん一気に登ったよ。で、こっちか。見えなかった。よし、虫がすごい。虫が寄ってる。これ素直にこっちでいいのかな、うん、ぽいな。ん？これはでもここだけかな。あ、こっちもあるのか。よし、オッケー、登った。お、あった。これこっちからも行けたっていうことかな。そういうことだな。なるほど。さあ、残りあと2つか。さあ、感染症を治す薬。あ、そうか、だからあいつが、あいつらが多分、あ、この与えてるんじゃないか、宝箱の中身を。で、弟を助けるこのお姉ちゃんを見守ってるっていう設定なのかな、ひょっとして。多分そんな感じするな。つきました。で、あ、これも最初のところだよな。倒れましたみたいな。さあ、弟の感染症は治った。次はタクの力を回復するものが必要だ。タクがだんだん贅沢になってきた。回復薬みたいな感じか。あと言ってないのはさっきのところから下の方だな。下の方言ってないな。下というか、ここも言ってないか。初っ端のところからこっち側行ってないってことか。そうだな、ここまっすぐ行ってないな。ここ行ったところだな。
ということはこっちは何もないのかな。なるほどな。お、新たなエリアに来た。空へ波。ここはなんか登れそうな気がするな。ちょっと周り見てみようか。あ、登れない。意外と何もないかな。お、何もなかった。登るところが。さらにこっち上は行ってないのか。パラボナアンテナある。うん、行ってない。あ、この正面のここ行く感じだろうな、多分。この高さ。よし。おお、なんかでも心なしかイルカさんたちもなんか侵されてるような苔がついてる気がするんだけど。さあ来た。これはコンドス。あ、高層マンションなんだこれ。ここの都市栄えてたんだろうな。ホテルも立派だし、あんなでかい図書館もあるし、おまけに高層マンション、めっちゃ栄えてる。高層ビルを登るって本当あのクレイジークライマー思い出すな。ちょっと古いけど、ビルを登るゲーム、クレイジークライマーとか懐かしいな。おばはんがね、植木落として邪魔をするという非道徳的なゲーム。え、ここ今行ったところだよな。ということは、こっちかな。こうか。で、こうか。お、またいた。よし。また多分逃げるだろうけど。で、登る。よし。やべ、危ない。うわー、なんかもう虫がたかりまくってるけど。これは自分が呼び寄せてる虫でもあるのかな、ひょっとして。チャキ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 。新しい文明を手に入れた。でもこれ結構このなんていうの、象形文字じゃないけど、絵を見ながらこの年には何が起こったのかっていうことがな、多分案に分かるようになってるんだろうけどな。ただ何も解説がないからな、その自分の思った考えが合ってるかどうかは分からないという。これね、最後行った後いちいち戻らなくてもいいっていうのが結構いいところではある。すごい際どいところ行ってるけど。よし、さあ
あと一つか。さあ回復薬手に入れた。なんか緑のブツブツ気持ち悪いけど、一応あれが栄養の元なのか。さあ来たよ。そういえば6人から増えてないけどな。さあ残り一つ来ましたよ。お、回復してどうなんだろう。まだ目を覚まさない。もうお姉ちゃんしんどいよ。この罰は何なんだろうな。さあ最後の一つになりましたよ。皆さんどうなるのか。タクの痛みを取り除くものが、なんかもう回復でもう痛みも取り除くような感じになるような気はするけど、痛み、まあ多分右の方でしょうね。じゃあ右の方行ってみますか。お、なんか女神さんがいる。ちょっと女神さんに会いに行こう。え、この女神さんって今まで行ったか。行ってないよ。女神像。お、しかも女神像に行く感じじゃないかこれ。あ、違うわ。女神像はただのあれか。これだけか。そうか、これ女神像の手前なんだな、まだ。よし、じゃあちょっと女神様に会いに行くか。おお、女神像来たー。お、なんかあるのかな。何もないか、さすがに。あの橋は何なんだろう。もうあれか、橋か。ということでここはいけないと。じゃあ戻りますか。あと行ってないところって言ったら、左上か右上か。まあ結構行ってないな、まだ。そっち行ってみようか。橋に来たぞ。ん？銀のパス。意外とスタートのちょっと向こう側って何も言ってないから、そこにあったりして、この真後ろとか意外とこういうところだったりする。さすがにないか。一応ここあれなんだろうな、空白ではあるんだよな。
藻だらけ。そうか、あそこにある。なんか一個見えてる。全然気づかなかった。なるほど、こっちか。これっぽいな。あ、これだった。おー、最後のついに来た。海鉄市役所、最後市役所。さあ皆さん、もう来ましたよ。最後ですよこれ。まずあのペンを取るところか。ん？さらに上がいける感じだな。どうなるんだろう最後。裏面とか行くか、行くのかな。なんか神殿の中とか行けそうだけど、このライオンマークが特徴なんだろうな、この都市は。なんかちょいちょい見かける。チョボがあった。こっちから行けない。お、またいた。いたよ、ミイラ男。力はいけないのかな。どうなのかな。一応降りるところあるな。もうこれいけるってこと？え？もう来たのか。ああ、早いな。ついに来た。取ったよ、全部。さあどうなるのか。誰も知り由はない。さあ、痛みを和らげるんだったっけ？もう忘れたわ。さあ見守ってる。さあ目を覚ますのかな。痛みが和らいで、最後力尽きたお姉ちゃん。へえ。え、お姉ちゃんは一人で出かけましたみたいな。え、お姉ちゃん消えていってる。で、弟一人になったんだ。あ、お姉ちゃんが死んでる。どうなんのこれ。何の説明もないから。わ
からんけど、お姉ちゃん治ってる。まさかの逆転劇。お、脱出してるよ、二人で。奇跡的な回復を見せたお姉ちゃん。お、無事に帰還できた。帰還っていうのかな。この人たちはどこを目指しているんだろう。え、まさか終わり。謎が、謎を呼ぶ終わり方。ロード中。お、実績のロック解除した。終了。え、終了ってこと。好きなボタンを押してください。あ、探索オプションやめる。あ、これで探索して最後やる感じか。もう今ので終わったんだ。へー、そうなんだ。はい、いかがだったでしょうか。サブメイジド最後、あのミイラ男みたいなやつと戦うことなく、むしろあいつらが助けてくれたっていう設定でした。で、無事に弟と一緒に脱出することができたと。結局弟も回復して、お姉ちゃんも助かったという感じなんですかね。なんか不思議なゲーム。まあ、これゲームをクリアすることが目的というより、このなんか雰囲気を楽しむ、まさに雰囲気ゲーでしたね。へえ。で、探索で多分まだ全然行ってないところを多分やるんだろうな。ちょっとやってみますか。そうだよな、またこれ戻ってきて、弟は助けた体だけど、まだ見つけた秘密は23で、全部で60の秘密があると。なので全部多分これ行ったらまたエンディングが違うという感じなんでしょうね。なるほどな。はい、じゃあまあエンディングまでもしあれでしたらやっていきたいと思いますが、まあとりあえずここで終わりですかね。はい、サブメイジド皆さんもチャレンジしてみてください。まあ全然そのゲームオーバーになるとかそういう類のものではないので、気軽に楽しめるんじゃないかなと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ評価の方お願いします。ヨロでした。バイバイ。